ダメな道はインターンチャンネルの会社と今回ですね、前回、風雅くんが多分動画撮ったと思うんですけど、その僕がこういうこの前のベイっていうか、あのキューベイっていうのかな、わかんないけど、そちらをこの改造します。改造してあの風雅くんのベイをぶちまかしてやる。それではやっていきます。ショーショーショー。ということですね、この下にあるこれとかはあのね、あの風雅くんが多分紹介したあのパーツ、パーツですね。はい、ここは、まああんまり使わないようにします。はい、私はね、はい、で次じゃあ何個だったっけ。6、6、9体をね、9体ね、作ってくださいっていうのを言われたんで、ではここからはつまらない映像になっちゃいます。3、2、1。ということでですね、まず初めに言わせていただきます。ダイナマイトベイの、数が、7体しか集まらなかったので、こちらの超絶ベイを2体追加させていただきました。まあ、お互いの、まあ、メインベイを紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、まあ、今回のメインベイを紹介していきたいと思います。はい、ということで こんな感じなんですが、セイバープレセスで、こちらがね、オールマイトっていうね、カイジのね、メインベイを紹介したいと思います。こちらこちらです。マスターディアボロスですね。はい、今回のカイジ君のメインベイはこちらです。はい、それではね、順番に戦わせてみたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということでですね、始めていきたいと思います。でね、戦うベイは3、2、1、カジラでーす。待てとしたでーす。はい、これです。キングヘリアス、キングヘリアスファーシュダスフェルオーです。適当です。ということでやっていきたいと思います。はい、はい、はい、ということですね。はい、ということですね。やめろ、ループ。3、2、1、ゴー。
われている。僕の一人だピンピン。はい、ということですね、次です。ちょっと待って、見たよ、あのキルカウンター。キルカウンター、ほら、進んでるじゃん。ほら、こんな感じで。よし、次です。3、2、1、ダンはい、ごめん。はい、ということで、これです。アッチャヘラクレスとエクスカリバー、それでやっていきましょう。1、2、1、ドッシュ。方がおかしかった。これさ、ふがくやめてください、文句教官中のやつなんですよ。はい、3、2、1、ゴッシュ。さあ、果たしてアーチャーヘラクレス能力を発揮してくれるのだろうか。はい、ということでですね、エクスカリバーもうやっぱね、攻撃型なんてね、スタミナとかじゃないんで、はい、僕の勝ちです。ビブリー、僕の勝ちです。ビブリー使うのはこちら、プロミネンスバッティー、ギガなんとか。はい、これで戦ってみたいと思います。カイジ君はドドーンということです。3、2、1、ゴッシュ。バルキリー vs バルキリー、いや、プロミネンスバルキリー。はい、ということでですね、またもやスピンフリッシュ。スピンフリッシュ、次はこれですね、僕です。